マスクドコメディアンの覆面ラジオはい、というわけで始まりましたマスクドコメディアンの覆面ラジオお相手は私、謎の覆面芸人マスクドコメディアンでございますよろしくお願いいたしますパチ,パチ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 からのハチ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 ということでございますくさてさて今回はですね、えー、マスクドコメディアンお気に入りの立ち食いうどんスタミナ うどんをご紹介したいなと思いますく、もうこれね、本当にめったにね、こういうことを言わないんですよ。なんで言わないかと言いますとね、聞かれないんですよね。えー、だからね、勝手に、えー、発表しようかなと思います。えー、1位、2位、3位ね、ちょっと決めるのがね、ちょっとね、もう難しいので、おすすめのっていうか、まあ僕の好きなスタミナうどんの、えー、立ち食いそば屋さん、立ち食いうどん屋さんを、えー、言いたいと思います。まずね、その前に番外として、 もともとベスト3に入ってたんですけどもあのー、山陽そば山陽電鉄の駅にありました山陽そばさんの、えー、スタミナうどん普通ね、えー、スタミナうどんっていうの定番っていうのが、えー、うどんとに生卵と天ぷらが入ってるのが、えーまあ、ごく一般的なスタミナうどんなんですけど山陽そばはね、あのー、そこにお肉も入ってるんですよほんでまたね 僕のポイントまあ麺の美味しさだしの美味しさであとね、えー、天ぷらのねサク,サクサク感あれもがこのポイント3ポイントは3つのポイントがあの僕の中で大事なんですけどこれがねもうすごくバランスよくどれも良かったんですけどもね、えー、いつもね明石の駅にあった山夜そばに行ってたんですけどそこ行ったらねこの間行ったらもうスタミナうどんというのがメニューになくなっててたんですよ。 だからひょっとしたら他の山陽そばさんもないのかもわかりませんがえー明石のね駅にあった山陽そばさんのスタミナうどんがなくなったのでちょっと山陽そばさんはちょっとえー、なしとしまして、えー、今まで入ってたんですけどそれ以外の3位ベスト3を発表したいと思いますまず多分一番よく食べてるのが宮古そばのスタミナうどん もうこれも安定ですねえー、安定のスタミナうどんもう麺もだしもでまたねあの天ぷらのねサクサク感がもういいんですよえー、これが多分一番多分ね僕今まで出た中で一番よく食べてるスタミナうどんやと思いますそして京橋うどん京橋駅の JR 京橋駅出てちょっと出たところにあります京橋うどんここのスタミナうどんはねちょっとだしが甘いですよね これがねねちょっとポイントなんでですよ、ねでえー、天ぷらももちろん美味しい麺も美味しいここはねちょっと癖になるかなはい、えー、京橋うどんそしてねもう一つが京阪の京橋駅にあるあのー、秀吉さん秀吉さん 秀吉って思うかなと思ったんですよ。大阪からね。あとなんか食べログ調べたら秀吉って書いてるんですよね。まあどっちが正しいかちょっとわかんないですけど、えー、秀吉の秀吉さんのこのスタミナうどんがですね、この三つですね。秀吉さんのスタミナうどんね、もうダッシュがねちょっと最近僕ハマってますね、えー。まあ天ぷらも麺も美味しいですよ。ダッシュがねまた、えー、違ってあのー。 京橋うどんさんとかミハコそばさんとまた違ったまた美味しさがあるんですよね。え正直ね最近はちょっとあの秀吉さんのスタミナうどんのだしにちょっとハマってますね。えー、何かと京阪電車で京橋降りる時やったらそこ寄ってしまうというね、えー、感じです。だからこのマスコッコメディアンおすすめのスタミナうどんといえば。 そばさささん、んさん、ん京うど秀吉さんこの3店舗の、えー、立ち食いうどん、えー、スタミナうどんをぜひぜひ食べていただければなと思いますくねもう語り出したらねちょっとね長くなってしまいそうなので、えー、この話もうどんもうどんもこれ以上伸びるといけないので今日はこの辺で失礼したいと思いますく というわけで、マスクドコメディアンの覆面ラジオでした。アディオス、ノスベモス、失礼いたしやす。